馬の強者どもよ、我に挑み滅ぼせ。さて、近くに狂僧たちがおるのよ。我がしもべにふさわしい見定めようか。なぜそのようなものがここに。いや、彼らは考えている場合ではない。大義を直ちに迎撃するのだ。大義の狐が現れた。諸徳川軍との演習は中止だ。狐を攻め。鮮やかなものじゃの。楽にしろ。俺と勝負だ。覚悟しろ。私の知略に勝てるとお思いか。ってことがそのまま負けではない。私のそばを離れないようにするんだ。来た。憎しい。しもべにもいない。知るわよ。練習の次は狐と戦えだ。俺様はお宅の探しに来てくるのに。この狐、宝のあるかを知らねえかな。破滅を。降臨。
せてなくなれば。佐賀焼きわらべが出てきよったの。痛みつけたらどのように脈を。止めるのだ。全軍進め。我らも進軍せよ。騒乱の火種を消す。覚悟せよ、ヨコ。我が正義の槍で歩いてくれん。その正義の裏で恨みを凍っておる。そちの周りには黒々とした怨念が見える。楽にしてやる。もういいぞ。仲が倒した。もういいぞ。残る者どもを品定めするとしようぞ。お見事な暴れぶり。もういいぞ。もういいぞ。人間も魔物もわしに言わせりゃ同じさ。さんはちょっと面倒そうだね。わらはお前に何の気負いもない。そちが変わっておる。ダメつ。そちは人に妬まれ恨まれておる。なんとも良い匂いが漂っておる。私を食おうと言うのはやめておくことは、おそらくまずい。なかなかに面白げなやつ。おいど。キュービとは恐ろしいものなのか。私には悲しそうに見えるのだが。わらわが悲しみに見えると思うさ。そちの気は不思議な色よね。そうなのか。私には何も見えぬが。聞かざるを得ぬか。まずまずの座教であったわ。我がしもべにふさわしき者もいたようじゃ。脆い。脆すぎる。で、な。あまたの将。ようなしてくれた。やる。